4月5日水曜日の全国の天気をお伝えします。前線が接近し、西から天気は下り坂です。九州は朝から雨の降り出すところがあり、中国四国地方も次第に雨の範囲が拡大します。近畿地方もだんだんと雲が増えて、夜は雨の降るところがありそうです。帰宅時間に備えて雨具をご用意ください。東日本から北日本も広く雲が広がり、すっきりしない天気ですが、大きな天気の崩れはなく、雨の心配はなさそうです。日差しは乏しくても、日中は気温の上がるところが多い予想です。ただし朝晩との気温差が大きくなりますので、調節しやすい服装でお過ごしください。詳しいお天気や気温の予想はアプリウェザーニュースでご確認いただけます。